清水茂雄清水茂雄1月8日から1982年10月13日は日本の内務警察官僚幹線県知事海軍士政長官旧姓ヶ谷埼玉県出身農業張ヶ谷重太郎の長男として生まれ清水家の養子となる埼玉県立春日部中学校卒第五高等学校中退を経て 1918年7月、明治大学専門部法科を卒業。三井銀行に入社し1920年6月まで在職。1921年11月、高等試験行政科試験に合格。1922年5月、内務省に入省し北海道長族となり卓職部に配属。1923年4月、京都付属県警視。 警察部巡査教習所長に就任。以後、同警察部保安課長、同刑務課長、欧米出張、地方事務官、京都府勤務、道府建築監督官兼工場監督官、警察講習所教授県内務事務官、警保局勤務、朝鮮総督府刑務局図書課長、内務所機関、警保局防犯課長、同局外事課長、同局保安課長、 県道局経済保安課長を歴任。1939年1月、和歌山県知事に就任。官僚独善の兵夫を除き、県財政の現状から、施策の見直しを行う。1940年10月、知事を退任し大政翼賛会組織部長となり1941年5月まで、在任。1942年5月、海軍市政長官に発令され、 南西方面艦隊司令部付として、セラム民政部長官に就任。さらに、セレベス民政部長官、南方政務部付を歴任。1944年10月に退任し、日本出版会議事件事務局長に就任。1945年4月、三重県知事に発令され、本土決戦、戦災への対応に尽力し終戦を迎えた。同年10月27日、 知事を異顔面本官となり退官。先般容疑者として1946年4月から1948年1月まで放置された。1946年から1951年10月まで公職追放となる。その後、新政治経済研究会事務局長、日本自転車振興会幹事を務めた。ありがとうございます。